皆さんこんばんは。こんばんは。ちょっと待って、だいぶ髪の毛がちょっとボッサーなのよ。だからちょっとくしでちょっと溶かしたい、私のこのボサボサな髪を溶かした。あたたたた、カバンに入れてるからさ。よいしょっと。こんばんは。はい、AKB48 チームエイト愛媛県代表チーム42、ごめんなさい、チーム42の高岡香織です。よろしくお願いします。ということで今日もショールームのお時間でございます。皆さん絶賛白湯飲んでます。兼任しませんよ、もうね、しません。私はだってチーム4兼任してるし。でもなんか3つぐらい兼任するメンバーっているんですかね。さすがにいないか。それはもう大変だわ。そう、そう。じゃあまずは自己紹介したっけ。まあいいや、してなかったら。はい、 AKB48 チーム8愛媛県代表チーム4兼任の高岡香織です。よろしくお願いします。ジョンマイラブと兼任してくださいジョンマイラブと兼任、どういう状況はい、今日はね、お昼ご飯にコンビニで豚の角煮のおにぎりを買いました。キャー、最近なんかそういうなんかなんだっけ、なんだっけ、あのそういうさ、コンビニで売ってるちょっと良さげなおにぎりあるじゃん。そう、それをねちょっと見るのが最近楽しみで、でそれで、そしたら今日は豚の角煮があったので、うわちょっとこれは欲しいって思って買いました。そう、ちょっとお高いやつ。そうなんですよ、最近いろんなの食べた。イカも食べたし、あと何食べたかな、なんか牛肉の牛すじではなかったか、でもそんな感じのやつとかも食べてめっちゃ美味しかった。私はちょっとさっきジョンマイチューブ見ながらちょっと作業をしてました。そう、ハンバーグのやつ、途中から始まったから、一体何があったのかすごい心配になったんですけど、なるほどそういうことかと思って。ちなみにハンバーグはね、やっぱまあうちのお母さんの手作りが世界一ですよ急な。サバのおにぎり美味しい。そういえばサバのおにぎりカレンちゃんが食べてて美味しそうだなって思ったんですよ。そう、サバを最近推してるんだ。でも私も最近あのサバの塩焼きめっちゃ好きなんですよ。だから私もちょっとサバ推し。そう、あのお魚の中でもサバは割と推してる方。
私難しいな、なんだろう。でも私は鮭とししゃもとサバが特にお魚の中で好きですね。割とサワラとかも最近好きになってきたけど、そこの3つが好きかな。そう、サバの竜田揚げもよろしくお願いします。この前竜田揚げっぽいの食べたんだよ。でもそれはサバじゃなかったか。でも絶対美味しいよね、竜田揚げっていうね。でもサバのあのなんだ、あの缶詰のやつのあの味噌のやつもめっちゃ美味しかったしさ。そう、でもハンバーグは本当にお母さんのが一番好きです私はね。そう、あ、待って、むせそう。むす。むせました。そういえば今日リサさんがパスタココ行ってたみたいで、うらやましい。いいな、いいな。私パスタ高校結局1回しか行けてない。トーコと行こうねって言ってたのにもう行けそうになくてちょっと悲しいんですよ。パスタ高校行きたいよ。だいたい火曜日やってなくって、でも火曜日がお休みだからさ、なかなかタイミング合わないよね。そう、さあ今日は何の話をしましょう。っていうかあれだね、今日で3月終わりで明日から4月、あので明日4月1日からはあのロングジョイとジョンマイラブのコラボパッケージのパンが発売されるので、皆さんあの愛媛というか四国に立ち寄った際にはぜひ探していただけたらと、そしてゲットしていただけたらと思います。そう、そう、あの坊ちゃん劇場のツイッターの、ツイッターじゃないわ、坊ちゃん劇場のインスタの方にもあのあれだよ、あの写真があの載っていて、てっちゃんと万次郎さんのツーショットもあります。そしててっちゃんと万次郎さんがちょっと頑張ってる間にみんなが先に裏で撮ってたのがちょっと羨ましかった。めっちゃ楽しそうあれめっちゃ楽しそうって思いながらね見てました。そうです、あのね、あんなあの衣装であんなニッコニコなてっちゃんってなかなかないですよね。そう、あの髪飾りで、そうあれニッコニコでね、あの衣装大好きなんです私。そうなんですよ、あの一応私竹蔵とは撮れたんだけど、まだあと一人ね撮れてないお方がいらっしゃって、その方とも撮りたいんですよ。でもちょっとチャンスあるのでその時に撮れたらいいなと思います。最近はね、まあ、3期の入れ替えの稽古とかあって、私は特になんかもうハッツに対してすごい勝手に親心持ってもうなんかボロボロ泣いちゃうんですよ。稽古中にボロボロ泣いちゃうから
ちょっと普通に初の本番を見に行った時に私泣きそうだわって思ってて、ちょっと焦ってるんですけど、そう、なんかその特にハッツンに対する親心がすごすぎて親の気持ちになっちゃうから、そう、稽古の時にさ、あのみんなも号泣するあのシーンあるじゃん、あのクニさんのソロの、私あれね、ちゃんとハッツンの見てちゃんとあの覚えて動けてるかなっていうのをちゃんとチェックしないといけないのに、もうボロボロ泣いちゃって、もうヒカルに心配されたそう、いや私もあそこのシーンで泣くとは思わなくって、もう本当に涙がね結構割と普通に涙溢れてしょうがなかったんですよね。そう、もう本当にダメだったわあれは。大丈夫かな私本番、いつ見れるか分かんないけど、そうね、あんまでも3期のメンバー3期の方とは、そうですね、柳瀬さんとはお話しすること多いんですけど、もう小原さんともちょいちょいお話はするんですけど、なんかすごいめっちゃなんか名前を呼び合う仲っていうのもおかしいな、なんて言うんだろう、普通に青原さんみたいに呼んだりとかはそんなにはしないかな。まあ、柳瀬さんとは一度お会いしたことあって、ルンバって呼ぶときとカオルちゃんって呼んでくれるときがあります。はい、カイさんはもうルンバだし、リンさんもルンバですね。そう、でもカイさんはまだお会いできてなくて、あの3期の入れ替え稽古になってからはもうちょっとでお会いできるので、久しぶりだな、カイさんに会うのも12月のあのカイさんの誕生日以来だわ。そうだから明けましておめでとうございますになるんですよそう、いよいよ明後日から2日かみんな同じこと考えちゃってるもん。みんな大丈夫？元気出して、みんな元気ですか？みんなね755でちょっと似たようなことを書いてるくださってる方がいてちょっと笑っちゃったんですけど、現実逃避すなでもそうね、私もなんかもう結局もう1月から気分があんまり抜けてないんですよ、ずっと抜けてない、やばい、もうみんなあれだわ、ちょっともうみんなもう現実逃避しすぎてもうすぐ正月か、まだ初日迎えてない、ルンテツまだルンテツが初日迎えてないわ、それは。3期の国さんルンバちゃんだよね、やばいやばい、誤った情報がもう現実逃避したすぎてみたいな、まあそうね、まあそうだな、そうねとか言っちゃったけど、
まあそうね、まあ、3期の浪士に私紛れてるかも、浪士とかに私紛れてるかもしんないけど紛れてるかもだけど、そう、なんかちょっとちっちゃくねみたいな、あなんか今日いつもより一人多いなみたいなそしたら私だったって、そんなわけあるか、そんなわけあるか。いやーね、本当に、早いもんですよね。本当に早いもんだわ。まあまだね、終わってないからあんまり思い出話じゃない、あっという間だったねとかいうのもあれなんですけどね。え、早かったよ。早かったよね。もう本当になんかそんな感じがしない、まだ気持ち的に、そう、そんな感じがしない。本当あと10回ぐらいやりそうな感じしてしょうがないもん。そう、うん、もっとやってくれて全然ウェルカム。私もそうです、もっともう全然ウェルカムだぜみたいな、全然ウェルカムだぜって、そうね、まあ、でもまたねちょいちょいね、なんか見に行けたらいいなとは思ってるんで、もしかしたら見かけるかもしれない、しれっと、あなんか今日見に来てるんだみたいな、もしかしたらしれっと見てるかもしんないからね。そう、割とマジで、なんだろうね、なんか実感湧かないや、まあ、まだ4月になってないからあれですけど、そう、本当にね実感がないね。やばい、何の話しようとか言って何もテーマ決めて全く話してないんですけど、そうだよ、ジョンマイラブ2期もあと2回なんですよ。あ、そう、配信昨日言ったっけ、配信あります、2日と3日、アフタートークショーじゃなくて、あでもその話も昨日したが、楽屋トークもあるのでぜひ、で質問を送ってくださいねっていう話もしたんだ、そうだそうだ、昨日したのは覚えてる。何でも質問を何でも OK ですよ、受け付けてますよ。
楽屋トークが2期で離れる人ばかりだからやばい。てか2期で離れる人しかいないよね。だって2日が私と佐藤さんと黒田さんと優太さんでしょ。で3日が東子と玉さんと私と雷さんだから、村井さん。そうやばいよね。2期で去る人しかいないもん。そう、さあもうそう2期で去る人ばっかりだからね、もうここぞとばかりに質問してください。皆さん待ってますよ。まだ私あの愛媛県出身の3人で写真撮れてないから撮りたいんだよね。タイミングがなかなかつかめない。難しいタイミングが。2期でもう一度ジョンマイラブやることってあるのだろうか。わかんないよねえ、それはわからん。私もいや、わろたわろた。それは面白かった。ちょっとそのコメントは想定外だった。面白いな。今日はでも今日なんかね、今日ちょっとレッスンあったんですけど、もうレッスン終わった後もう眠気が半端なくて、今はだいぶ大丈夫になったけど、もう眠すぎてしょうがなくて、びっくりしました。なんでこんな眠いんだろう私みたいな、そう感じで、もうあれ割とびっくりした。そう、今日めっちゃ眠ってなった。でも3期もね、とっても素敵なものにジョンマイラブになりそうなので、ぜひ見ていただけたらと思うんですけど、あるよねあれ、うん、いや、あ、のど飴あったっけって思って今ちょっと思い出ありました。ただまあね、2期も終わってほしくないんだよね。3期も素敵なんだけど、2期終わってほしくないんだよね、やっぱり。私個人としてはね。でも3期も本当に素敵なのよ。まあ、でもまだまだね、その稽古も、その始まってから、そんなにたくさんは経ってないから、多分、これからどんどんもっと素敵になっていくんだろうなって思ってます。そう。
明日から4月か、春だね。早いな。私坊ちゃん劇場に住もうかな。坊ちゃん劇場に住みたいな。ちょっと住みたい場所多すぎてね、ちょっと困ってるんだけど。ピューロランドにも住みたいけど、坊ちゃん劇場にも住みたい。距離、距離がすごい離れてる。マジでほんとね、近いうちにピューロランドも行けたらいいんだけどな。行くタイミングあるかな。ねえ、本当に。まあちょっとみんなも寂しさを感じていると思います。私も感じてます。まあでもね、明日金曜日なんで、そう、もう週の平日の終わりですよ。みんな頑張ってこうね。そう、確かにこの時期ってやっぱ服装を選ぶ、服選びめちゃめちゃ悩みますよね。そう、なかなかその季節の変わり目って結構難しいよね。どのぐらい薄着でいいんだろうとか、どのぐらい着ておくべきなんだろうとかさ、考え始めたらキリがないからさ、難しい。ああそうね、なんか明日は寒いらしいね。気をつけましょう皆さん。はい、ということでね、ちょっとだけ眠くなってきました。だからまあちょっと早めにいろいろ準備とかしてね、寝れたらいいかなと。じゃあ今日はね、ここら辺で終わりにさせていただきますね。じゃあランキング読むよ。13位から、13位ソランさん、12位キャパさん、11位マモさん、10位アーティーさん、9位飯田博之さん、8位アルビンズランクさん、7位ロミツさん、5位ポエム仙台みそ味さん、違う、6位でした。5位 TKHKG さん、4位玉国さん、3位海指さん、2位夏目さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけで、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさい。またね、おやすみなさい。